そんな遊びではできなかった。本当に生きるか死ぬか、うん、勝ちたいしね、マリオとね、あの 250m、 そうしなかったらうちは負けちゃうな。絶対お客よりうまいもの食いたい。お客なんかどうでもいいんだ。お前たちが幸せになる。一つに心を習う。お客ではない。一番大事なのはお前たち。お前たちバカのかって、みんなをお前みんなを見るんじゃない、お前を見るんやということは僕の、だから僕はね、何のために役員になったの。働いてく従業員200人を日本一幸せにしてみたかった。これはとあるホテルで起きた小さな奇跡の物語である。とはいえそこは豪華なホテルでもなければ、一流の従業員が働くホテルでもない。ましてや、空飛ぶ絨毯があるわけでも、魔法で料理が出てくるわけでもない。ごく普通のホテルで、ごく当たり前の行動をしたことにより、日本一心温まる奇跡が生まれたのだ。本当に大切なことは聞こえるかどうかじゃない。心が通じるかどうかなんだ。私はね、コーヒーを飲むためだけに来ているんじゃないんだよ。あさみちゃんが入れてくれたコーヒーを飲みに来ているんだ。今は君が大事なんだって怒鳴られてね。君たちじゃなく君が大事だから。あさみ、来週からホールに出てみないか。接客することが夢だったんだろう。困ったことがあったらみんなでフォローするからさ、やってみなよ。ここで働く従業員たちはそれぞれの立場にボーダーラインを引かず、一人の人間として心のままに行動しているからこそ、仲間に対してもお客様に対してもマニュアルのないおもてなしを提供できているんだと思う。ね、これは私自身のために探したんです。お客様の喜ぶお顔をどうしても見たかったので。優秀かどうかは大学で判断するものじゃないよ。学歴なんか関係ない。今笑顔でいるかどうかが大切なんだと僕は思うな。愛子さん、この野菜スープは君がいたからこそ完成した最高のスープだよ。長いこと料理をしてきたけど、こんなに美味しいスープを作れたことはない。篠田さん、私もこのホテルの家族にしてもらえますか。バカ言ってんじゃないよ。もうとっくに家族だよ。俺は信じる。あいつは医者になる。きっと日本一優しい医者になる。そう、努力や希望が詰まった夢のバトンをお父さんは君に託したんだ。自信を持って思いっきり走っておいで。食中毒と見受けられる事実があったことを世間に発表したことによって、どんな事態を招いても従業員たちは僕が絶対に守る。ホテルが再び泥沼状態となってしまっても、僕は何度だってやり直してみせる。ここが僕にとっての終着駅だから。みんなおはよう。数日間の営業停止期間、いろいろと不安になることもあったと思う。この先もうお客様が来てくれないのではないか。
もうみんなと一緒に働けないのではないかと。さぞかし気が重い数日だったと思う。でも今日再びみんなの顔をこうして見ることができて、僕は嬉しいよ。よく出社してくれたね。ありがとう。私たちはホテル事業を通じてお客様に親しまれ、楽しさと安らぎを感じていただけるよう、心温まり彩りのある時間を創造します。そして自らを磨き、生き生きと活動することで、すべての人々に貢献し、社会から信頼される人間集団を目指します。すべての活力の源泉は、人である。日本で一番心温まるホテルであった。奇跡の物語。柴田明夫、滝森こと、 SB クリエイティブ。